特別救助隊とは、人命救助活動を主要な任務とする消防の専門部隊のこと、消防特別救助隊とも呼ばれる。全国の消防に救助隊が設置されており、さらに人口が10万人以上の地域を管轄する、消防組織には救助千人の特別救助隊の設置が義務付けられている。出初め式から期待する東京消防庁、江戸川特別救助隊東北地方太平洋。 沖地震に伴う東日本大震災被災地で活動する川口市消防局の特別救助隊レスキュー隊とも呼ばれ、全国の消防本部、消防署等に配置されており、主に火災や交通事故、労災事故など日常生活の中で起こる災害から、洪水や土砂災害等の自然災害、河川や山間部で起こる水難救助及び山岳救助、そして震災など大規模災害まで、 あらゆる人命救助事案に対応している。さらに、NBC 災害やテロなどの特殊災害の際も、救助活動を行う。緊急消防援助隊や国際消防救助隊の登録隊員は、国内外の災害にも出場する。消防理員の中でも優れた気力や体力、判断力を持ち、消防学校の救助課での研修または、それと同等の訓練を受けた、高度で、 専門的な知識と救助技術を備えたものにより構成されている。特別救助隊の特徴としては、活動服はポンプ隊や救急隊と異なり、摩擦などに強い素材を使用し差し子が取り入れられた暗い中でも目立つ大体色の救助服であり、救助式材を積んだ救助工作者に乗車するのが特徴である。火災現場で着用する防火服は、 本部によって、仕様が分かれており、オレンジ色の防火服の本部もあるが、一般の消防隊員と同じ防火服の本部もある。また、最近では感染防止も救助隊用のオレンジ色のものを取り入れたり、救急隊と同じ水色でも背中に、オレンジの文字で本部名や部隊名が入っている本部もある。なお、部隊名については、仙台市消防局のように救助の専任であるが、 召喚の能力を持つために特別消防隊と呼んでいたり、神戸市消防局のように専任救助隊と呼んでいたり、消防署や出張所等の頭文字等、救助隊と呼んでいる本部もあるなど、各自治体の消防により、部隊の呼び方や表記の仕方に違いがある。また、通称名は一般的にはレスキュー隊と呼ばれることが多いが、消防関係者の間では、特、 旧や特救い隊と呼称されることも多く、活動服のオレンジ色から、オレンジやオレンジ部隊とも呼ばれる。なお、管轄地域の特性や消防本部により、特別救助隊の隊員が、水難救助隊や、山岳救助隊などを兼任している場合も多い。通常のレスキュー業務を行うかたわら、潜水に関する講習などに参加し、潜水士免許を取得したり、山岳会の講習などに、 自費で参加する隊員も多い。また、毎年、全国各地域で選抜された、救助隊員によって、全国消防救助技術大会が開催されている。この大会は、日頃の訓練の成果を披露するとともに、救助技術を競い合い、また消防救助技術を学び、国民へ救助活動をアピールすることを目的としている。当初は救助隊の全国普及、 技術の均一化を目指して開催が始まった。自衛隊から技術を学び独自に、レスキュー技術を完成させた、消防救助隊であるが、現在は自衛隊や警察、海上保安庁、海外の消防隊の救助指導に携わっている。東京消防庁永田町特別救助隊の救助者、青ワッペンが特別救助隊、白いワッペンが山岳救助隊戦闘が、消防救助機動部隊、 マナカが国際消防救助隊、最高尾が特別救助隊従来の火災による死者は、そのほとんどが消死者だったが、1932年に発生した白木屋火災では消死者が0人、窒息死が1人に対して墜落死が13人、負傷者が67人という大惨事となった。警視庁消防部の神田消防署は、この火災を契機として1933年、 救助者とドレーゲル式呼吸器や防炎マスクなどの救助資機材の寄贈を受け千人救助隊を新設し本格的な人命救助活動を開始した芝、麹町、本郷、下谷、深川消防署にも試験的に配置されたしかし太平洋戦争の影響で防空消防に全力を入れることになり廃止された東京消防庁は聖母の園養老院火災を契機として 再び人命救助の必要を認識したために1955年に1000人救助体制度を再度運用を開始した。しかし予想を超える重大事故が多発し救助要請が増えたことで火災ではなく災害現場の人命救助に特化した部隊が必要と考え東京消防庁は当時日本では救助機関がないためにそれに近い訓練を行っていた奈良市の中屯地の 空挺部隊から技術を学び独自にレスキュー技術を完成させていった。そして1969年に麹町消防署長田町出張所に特別救助隊を設置し運用を開始した。長田町特別救助隊は後にホテルニュージャパン火災で活躍した精鋭として知られる。さらに東京消防庁は阪神淡路大震災を教訓に大規模災害等に対応するため、 1996年に特別救助隊等から選抜された特別な技術、能力持ち高度な救出救助能力を有する隊員や装備で編成される消防救助機動部隊を創設した。2015年6月現在、都内に24体の特別救助隊と5体の消防救助機動部隊が設置されている。詳細は東京消防庁特別救助隊を参照なお、 1974年に渋谷、深川、三鷹、淀橋消防署に、はしご車に救助式材を、積載したはしご特別救助隊が設置されたが、1995年4月の、深川消防署と四スはしご特別救助隊を最後に、廃止された。東京消防庁では、特別救助隊の要請に特に力を入れているために、最難関と呼ばれる、厳しい適任者選抜を通過し、さらに、 地獄と評される特別救助技術研修を終了する必要があるが、終了したからといって、直ちに大配属となれるわけでもなく、特別救助隊に欠員が出るか、増員に伴って、やっと配属となる。なお、東京消防庁の特別救助隊は、日本各地や台湾、中国の消防本部の救助隊や海上保安庁の特殊救難隊などの救助技術の指導を行っており、 創設に携わっている。東京消防庁の特別救助隊の外見的な特徴としては、オレンジ色の救助服の左肩にはスイスで、救助犬として活躍したセントバーナード犬のバリー号が、ホースと筒先で囲まれた青色の紋章が刺繍されている点である。救助者のドアにも同じマークがペイントされている。 横浜市消防局の県大特別救助隊の機動震災救助者横浜市消防局は戦後の開発や高度経済成長期の突入で都市環境が急速に変化したことから様々な事故で人命救助活動の必要性が増すと想定しどんな困難な状況にも対応できる不屈のレンジャー精神を養うために1963年7月より一部の 消防隊員を陸上自衛隊の富士学校に派遣し、レンジャー技術を習得させ始め、米軍消防の装備を参考に、油圧式救助器具や空気呼吸器等の装備を導入した。1963年11月9日には、横浜市で発生した鶴見事故において、横浜市消防局の陸上自衛隊で訓練を終えた第一期生の隊員たちが出動し、 人命救助に活躍したことを受けて、横浜市消防局は1964年8月20日に救助課を新設し人命救助の専門部隊として、中消防署伊勢崎出張所に消防特別救助隊を創設した。さらに1967年には市内に県民救助隊を10体配置した。1975年6月に伊勢崎消防出張所の消防特別救助隊を 特別消防隊に、1982年4月に、県民救助隊10体を救助隊にそれぞれ解消した。さらに、1983年に4月に、特別消防隊を市民防災センターに配点した。阪神、淡路大震災を教訓として1997年には、機動救助隊を設置。2008年10月に、市民防災センターの特別消防隊と中消防署 本目和田消防出張所の機動救助隊を統合し、特別高度救助部隊を発隊させ、2010年に市外の18消防出張所の救助隊も特別救助隊に改称した。なお、横浜市消防局では日本で最初に消防救助隊を創設した際に、陸上自衛隊のレンジャーに隊員を派遣した経緯から、レスキューではなく、レンジャーと呼称している。 横浜市消防局は救助隊の要請や技術の維持、開発に力を入れているために毎年救助隊員を対象に10日間の技術測定試験を行っており、技能が基準に満たなければ即時外され消火隊へ移動となる。そのために北海道から九州まで全国の消防本部から救助隊が研修に訪れており、創設にも携わっている。また、毎年 全国各地域で選抜された救助隊員によって全国消防救助技術大会が開催されているが、この大会も横浜市で生まれた。白木屋火災の教訓から1933年に、警視庁消防部の神田消防署に、主に火災現場での人命救助を重点とした専任人救助隊が設置され、名古屋市消防局は百四十九年に本部直轄の救助部隊、 局救助隊を設置。京都市消防局は1962年に1 0 0人救助分隊3隊を配置。大阪市消防局も1965年に人命救助を優先した消防特化隊を設置し、聖母の園養老院火災や金井ビル火災などの多数の死者が出た火災事故が相次いで発生したために1950年代から1965年にかけて、 主に火災現場での人命救助に重点を置いた救助隊が全国の消防本部にも創設され始めた。1963年に横浜市消防局が救助研修を始め、1964年に人命救助の専門部隊として消防特別救助隊を創設し、1966年に千葉市消防局は横浜市消防局に指導を受け特別救助隊を 設置し、1969年に、東京消防庁も麹町消防署長田町、出張所に特別救助隊を創設し、それぞれ従来のように火災のみならずあらゆる災害での救助活動を行う目的の特別救助隊の運用を開始した。1986年になると、消防法の改正により、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令が示された。 ことにより、全国の消防に人命救助を専門とした救助隊と人口10万人以上の地域には救助隊よりもさらに高度な特別救助隊を設置することが法制化された。これを受けて全国の消防本部は東京消防庁と横浜市消防局を参考に通称レスキュー隊と呼ばれ火災現場だけではなくあらゆる災害の人命救助にあたる救助隊、 特別救助隊が創設された。さらに総務省消防庁は2006年4月1日に新潟県中越地震及び JR 福知山線脱線事故などの経験と教訓新潟県中越地震での東京消防庁の消防救助機動部隊の活躍から全国的に高度な技術を持った救助隊の必要性を認識し救助隊の編成 装備及び配置の基準を定める省令への一部を改正し、省令第5条、第6条で規定する全国の中核市消防本部等に高度救助隊を、東京都及び政令指定都市消防本部等に特別高度救助隊を設置した。これらの部隊は特別救助隊の中から特別な訓練を受けた高度な救出救助能力を持つ隊員を選抜して編成されている。 現在日本の消防救助隊は次の4段階、構成になっている。ありがとうございます。